ホテルのバックグラウンドストーリー、こちらです。Ladies and gentlemen, please and princess、 ゆえプレゼンター竹内ラファエル清津です。明けましておめでとうございます。新年一発目の動画ですね。今年もよろしくお願いいたします。じゃあ2024年ディズニーって一体何かなって考えた時に、やっぱ今年はこれしかないでしょう。ファンタジースプリングス、今年の6月にオープンする新エリアなんですが、昨年12月にファンタジースプリングスのバックグラウンドストーリーが公開されました。もうバックグラウンドストーリーといえばね、竹内ラファエル清人みたいなところはあるので、今回はこの新エリアの裏の物語、バックグラウンドストーリーについてプレゼンさせていただきます。それではファンタジースプリングスの BGS、 バックグラウンドストーリーへ Go to next。今回プレゼンするバックグラウンドストーリーなんですが、大きく分けて2つの物語に分けさせていただきます。一つがこのファンタジースプリングスというエリアのバックグラウンドストーリー、そしてもう一つがこれから予約もスタートするファンタジースプリングスホテルのバックグラウンドストーリー。ではまずエリアのバックグラウンドストーリーからいきましょう。昔々遥か遠いところに精霊の住む魔法の泉がありました。泉の精霊は美しい庭を育む傍ら、好奇心の赴くままに水の流れに乗って旅をし、数々のファンタジーの物語に出会いました。精霊は魔法の泉へ戻ると、魔法の力を使って泉の周りの石や木を削り、出会った人々に似た複雑な形を作り出しました。そうして旅先で耳にしたいくつものメロディーを口ずさみながら、水を踊らせてはしゃぎ回りました。いくつかポイントはあるんですが、まず注目していただきたいのが、水の流れに乗って旅をし、数々のファンタジーの物語に出会いましたという一文です。ディズニー作品は水っていうものがキーワードになっていて、どの作品にも必ずと言っていいほど水は登場します。例えば新エリアファンタジースプリングスのメインアトラクションになってくるピーターパン、ピーターパンのネバーランドには壮大な世界があり、島があり、山があり、そこから滝が流れ、川となり、海があるよ。アナと雪の女王のアレンデール王国も同様に、氷と雪、水の世界と言っても過言ではないし、塔の上のラプンツェルの塔の裏側には滝が流れていて、目の前に川が流れている。ディズニーの作品っていうのは、それぞれの物語、ストーリーがあるんだけども、すべては同じ世界で、同じ時間軸で、それぞれ進んでいるっていうのは有名な話。その作品の、それぞれの水の流れによって、精霊は旅をし物語に出会ったっていう伏線だよね。そして二つ目のポイントが、魔法の力を使って、泉の周りの石や木を削り、出会った人々に似た複雑な形を作り出しましたという文章。ここから新エリアのコンセプトアートに映らせてもらうと、そこには精霊が魔法で削り出して描かれたキャラクターたちが存在している。ここにはピーターパンがいるし、真ん中にはアナとエルサ、奥には塔の上のラプンツェルと。コンセプトアートに登場するディズニーキャラクターはまだいるよね。美女と野獣、真ん中にシンデレラ、奥には白雪姫の鏡さんがいます。美女と野獣のベルの家では水車が回っていて水が流れている。シンデレラがドレスに変身したシーンは噴水の前、白雪姫の家の前には小川が流れている。ここでもディズニー×水っていうものがキーワードになってきて、精霊はそれぞれの作品の水の流れに乗ってファンタジーな世界を旅したっていうところに繋がってくるよね。そして3つ目のポイントが、旅先で耳にしたいくつものメロディーを口ずさむというポイント。これはもうほぼ確なんだけど、新エリアファンタジースプリングスの入り口では、それぞれのディズニー作品のキャラクターたちの石像をかける水っていうアートを鑑賞しながら、作品のメロディーが流れてきて、で、気持ちを高めてくれるんだなっていうのを想像してます。イメージとしては、マーメイドラグーンのキングトリトンキャッスル。キングトリトンキャッスル前でアリエルが歌声を披露してくれるような、そういうファンタジーの世界が広がっていくんだなって。思ってワクワクしてます。そしてもう一つのバックグラウンドストーリーが、ファンタジースプリングスホテルでございます。もうバケーションパッケージの予約が成功した方が羨ましい。とことん楽しんできてください。そしてより一層ホテル滞在を楽しむために、バックグラウンドストーリーを知ればさらにさらに楽しめるので、ぜひご注目を。ホテルのバックグラウンドストーリー、こちらです。時は流れ、ある日、旅と冒険を愛する一人の女性がこの美しい魔法の泉にやってきました。
彼女が泉から湧き出る水や川の流れをたどって進んでいくと、そこには様々な物語の世界が広がっていました。魔法の泉に魅了された彼女はその近くに別荘を建てましたが、やがてより多くの友人たちとこの物語の世界を分かち合うために大きな屋敷を建てました。今でも泉から流れ出る小川をたどっていけば、様々な物語の世界を訪れることができるでしょうというストーリーなんですが、まず一つ目のポイントが、旅と冒険を愛する一人の女性です。この女性像に関してどんな存在なのか、詳しい情報は開示されていないので、一体どんな人で、どんな名前で、何をしているかっていうのは全くまだ謎のままです。ただ先日のファンタジースプリングスの開演にあたって記者会見を受けた現在のオリエンタルランド会長の高野由美子さんはこの旅と冒険を愛する一人の女性のことを公爵夫人と表現していました。公爵夫人です。だからそれなりに地位や富が豊かな女性像が浮かび上がるんですが、この旅と冒険を愛する一人の女性、公爵夫人、裕福っていうところをキーワードに紐解いていくと、自分の頭の中では一人の女性像が浮かび上がりました。ソアリン・ファンタスティック・フライトのカメリア・ファルコ。カメリア・ファルコもとても裕福な家庭に生まれて、今ではファンタスティック・フライト・ミュージアムっていう博物館の館長を務めています。カメリア・ファルコも上流階級にいて、何より空の旅、空の冒険をするのが好きだった。そんな女性像が新エリアファンタジースプリングスにも登場するということを覚えておいてください。そして二つ目のポイントが、別荘を建てましたが、やがてより多くの友人たちとこの物語の世界を分かち合うために大きな屋敷を建てたという文章です。この文章を聞いてバックグラウンドストーリー好きの皆さんはもうピーンと来てると思います。あれの背景に似てますよね。ホテルミラコスタ。そしてホテルミラコスタと馴染みのある人物がこちらです。ザンビーニブラザーズ。ザンビーニブラザーズです。ザンビーニブラザーズで一番なんか馴染み深いのがザンビーニブラザーズレストランって、あのレストランでスパゲッティやワインを飲んで食べた人は多いと思うんだけども、あそこはもともとワイナリーを改築してレストランに出来上がったっていうバックグラウンドストーリーがあるのね。それに加えてザンビーニブラザーズ、この3兄弟はその近くに別荘があったんだけど、その別荘にメディテレーニアンハーバーを訪れる人たちが長期滞在できるようにと、彼らが使っていた別荘をホテルとして貸し出したのね。貸し出していたんだけども、そこにより多くの人が集まるようになってから、別荘を改築して増築して、さらに増築して、めちゃくちゃ大きなホテルとして経営しているのがホテルミラコスタ。そのホテルにこのザンビーニブラザーズという3人兄弟が浮かび上がることを覚えておいてください。先にプレゼンしたカメリア・ファルコとこのザンビーニ・ブラザーズは DNC で存在するある秘密組織に在籍しています。それがソシエティ・オブ・エクスプローランズ・アドベンチャー、通称 SEA と呼ばれる組織です。この SEA っていう組織は何なのかというと、日本語訳すると探検家と冒険家の学会。名だたる冒険家、探検家、果ては科学者や技術者、これからの未来を担っていく人材がこの SEA に在籍していて、日夜研究や冒険を繰り広げているっていう組織なんだけど、タワーオブテラーのハイタワー3世や、あとはレオナルド・ダ・ヴィンチやバスコ・ダ・ガマなんかがこの組織に入ってるんだけど、その組織にさっきの2人も参加している。そして今回のファンタジースプリングスで登場する冒険好きの一人の女性、公爵夫人、それなりに地位もあって冒険も好きっていうところと、さらにはホテルまで経営しているラファエロの考察としては、今回新エリアで登場する冒険好きの一人の女性、公爵夫人もこの SEA のメンバーであり、新エリアファンタジースプリングスもこの組織と深く関わっていくエリアになるのではないかと考えてます。では今回の新エリアのバックグラウンドストーリーとホテルのバックグラウンドストーリーをギュッとまとめていきましょう。昔々遥か遠いところに精霊の住む魔法の泉がありました。泉の精霊は美しい庭を育む傍ら、好奇心の赴くままに水の流れに乗って旅をし、数々のファンタジーの物語に出会いました。精霊は魔法の泉へ戻ると、魔法の力を使って泉の周りの石や木を削り、出会った人々に似た複雑な形を作り出しました。そして旅先で耳にしたいくつものメロディーを口ずさみながら水を踊らせてはしゃぎ回りました。時は流れ、ある日旅と冒険を愛する
一人の女性がこの美しい魔法の泉にやってきました。彼女が泉から湧き出る水や川の流れをたどって進んでいくと、そこには様々な物語の世界が広がっていました。魔法の泉に魅了された彼女はその近くに別荘を建てましたが、やがてより多くの友人たちとこの物語の世界を分かち合うために大きな屋敷を建てました。今でも泉から流れ出る大川をたどっていけば、様々な物語の世界を訪れることができるでしょう、という物語なんですが、皆さんいかがでしたでしょうか。ラファエロはこのバックグラウンドストーリーを見て聞いて、もうニヤニヤがもう止まらない、時がムネムネしている状態なんだけど、これね、さらに面白いことを話すと、ディズニーシーって海にちなんだテーマポートなんだよ。海をテーマにして各エリアテーマポート港っていうのが出来上がってるんだけど、今回のファンタジースプリングスに関しては海ではなく泉なのよ。泉です。で、もともとその海っていうものをたどっていくと、海は川から流れた水でできてるよね。海をたどると川になり、川をたどると滝があり、さらにたどると小川があり、源泉をたどると泉なんだよ。泉から湧き出た水がやがて海にたどり着くっていう、そういう構図で、ディズニーシーの一番奥にファンタジースプリングスがあるでしょ。そう、ファンタジースプリングスの魔法の泉からだん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 水が流れてきて、ディズニーシーっていうのが出来上がったのかなっていう考察もできるから、まだまだこのエリア深いです。噂では伝説の泉の精霊は幸せをもたらす妖精だそうですよ。ぜひ今年の6月に新エリアに足を運び、妖精に会いに行って幸せをつかみ取りましょう、プリンス&プリンセス。それではごきげんよう。